アイスのご紹介をします。今日のアイスはこちら、じゃん、トミマカフェのストロベリーフラッペバーです。こちらは、サークルゲーで買ったものなんですけど、メンバー名称記最近置いてありますよね。あれであったんですけど、これ私食べるの2回目なんですよ。これめちゃめちゃ美味しくてリピートです。これの美味しさを皆さんにちゃんと伝えられるように頑張ります。これ食べてみようと思います。いただきます。もうこれ外で食べたんでしょう、最初に食べた時だから余計に美味しく感じたのかもしれない。いただきます。蘇るいちごミルクっぽい感じがするんですね。中がかき氷で外がシャーベット、かき氷両方なんか氷菓子なんですけど、氷菓子感を感じさせない柔らかさがあるんですね。とりあえずめちゃめちゃいちごが濃くてめちゃめちゃ美味しいと、そういう感じです。いちご好きにはたまらないです。中身はこんな感じとこんな感じです。で、果肉もちゃんと入ってるので、なのでもう本当にいちごでしかない。だからシャリシャリしてるのも入ったりとか、食感の違いも楽しいです。でもこれ溶かして飲めばいちごフラッペ。お疲れ様でした。ストロベリーフラッペパン紹介しました。美味しさが伝わったでしょうか。もう本当に美味しいでしか言い表せないぐらいのいちごいちごしてる感じが